サー・アッパー・シー・グレッグ・ホー・ン・スタンレー・ホバート区部 CBDSOMC はイギリスの軍人第二次世界大戦中イギリス陸軍公兵隊の将校として第79機講師団などを率いたノルマンディ上陸作戦以降彼は様々な特殊車両で構成された部隊を率いそれらの特殊車両は彼の名前からホバーツ・ファニーズと通称された 1885年、英領インド帝国ネイニタルにて、インド高等文官だった父ロバート T ・ホバートと母、ジャネッタの間に生を受ける。母は、ティロン県出身で、1880年10月7日に、ロバートと結婚した。若年期のパーシー・ホバートは、歴史、絵画、文学、教会建築などについて学んだ。彼は、テンプルグローブスクールとクリフトンカレッジでの教育を、 経て、1904年に、王立陸軍士官学校を卒業し、陸軍工兵隊に配属された。最初は、インド方面で勤務していたが、第一次世界大戦中はフランス及びメソポタミア方面に派遣されていた。1919 19年から1920年にかけての、ワズイ,イリスターン戦争では、地方集落での警備活動に参加した。1923年、 いずれ戦車戦の重要性が増していくであろうと考えたホバートは王立戦車軍団への転属を志願した。戦車軍団勤務の間、彼は方々のあだ名で呼ばれるようになり、またベイジルリデルハートの著作から気候戦の思想について強く影響を受けたという。1923年から1927年までクエッタの式幕僚大学に教官として勤務する。 1928年11月、海兵隊大佐の娘だった、ドロテア・フィールドと結婚し、娘を一人設けた。ホバートの妹エリザベス・カーバーは、1927年に、バーナード・モント・ゴメリー将軍と結婚していた。1934年、ホバートは、戦車軍団内で結成された英軍における、最初の常設旅団の指揮官として、巡将となり、同時に、 戦車軍団の総監にも就任している。当時、英陸軍内では依然として、騎兵将校が強い発言力を持っており、ホバートは、戦車部隊の予算や資源を獲得するべく彼らと対立することとなる。皮肉なことに、ドイツ陸軍の戦車指揮官、ハインツグ・デイリアンは、ホバートを非常に高く評価しており、英国内で発表された、ホバートの論文等はすべて慈悲で入手。 翻訳して保管していたという。1937年、ホバートは、装甲戦闘車両参謀長補に就任する。その後は、軍事訓練部長の役職も務め、やがて少々に昇進した。1938年、機動部隊の編成及び訓練を命じられるが、現地では、激しい抵抗に直面することとなる。この機動部隊についてはしばしば皮肉を込めて、 機動機劇とも揶揄されるが、部隊はその後も存続し、砂漠のネズミとして名高い第7気候師団の前身となった。1940年、中東中流軍司令官アーチボルド・ウェーベル卿は、ホバートを解任し、除隊へと追い込んだ。これは、従来型の戦術を支持していたウェーベルが、ホバートの主張する、型破りな気候戦のアイデアを嫌ったためである。ホバートは、 自宅のあったチッピングカムデンに戻り、現地の地域防衛義勇隊に下級五長として入隊した。その後まもなくして地域指揮官大臣に就任。リベルハートはホバートの退役を批判する記事を新聞サンデー・ピクトリアルに掲載した。やがてこの話はウィンストン・チャーチル首相の耳に入ることとなり、1941年にはホバートの現役復帰が決定した。 復帰後最初の任務は、第11期講師団の訓練を行うことであった。ホバートの敵対者らは健康状態を理由に再び、彼を除隊に追い込もうと試みたが、チャーチルによって阻止されている。しかし当時のホバートはすでに57歳と高齢で、実際に体調不良も抱えていたため、前線指揮官には不向きとされ、再び新設部隊の訓練任務に回された。 彼が次に配属されたのは第79機構師団だった。1942年8月に実施されたディエップ上陸作戦において通常の戦車や不評では水陸両用作戦の中で敵軍が設置した障害物に対処できないことが実証された。そして連合国軍によるヨーロッパ侵攻直後から自然及び人工障害物に対処する特殊車両の 必要性が高まっていった。第79機構師団の部隊賞1943年3月、資材不足を理由に第79機構師団の解散が決定するが、この際に帝国参謀総長のサー・アーラン・ブルック・元帥は、ホバートと会談し、第79機構師団を特殊車両部隊として再編成しないかと提案した。当初ホバートは、こうした部隊の価値に回帰的だったものの、 リデルハートからそれらの部隊も戦闘に参加するだろうと保証されたため、ブルックの提案を受け入れることとなった。再編後の部隊には、陸軍工兵第79機構師団という名称が与えられた。部隊賞は、黄色い三角形の上に花を開いた黒い王牛が描かれたもので、師団に所属するすべての車両に描かれていた。また、ホバートの義理の兄となった。 バーナード・モント・ゴメリー元帥も欧州における連合国軍最高司令官だったドワイト・ D ・アイゼンハワー将軍に特殊車両調達の必要性を伝えている。ホバートの指揮下で第79師団は様々な特殊車両を有する部隊へと再編され、これらの特殊車両は彼の名を取ってホバーツ・ファニーズと総称された。これらの車両は上陸の支援に有用だとして、 ノルマンディに対する上陸作戦に投入された。1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦が始まる。この際、ホバーツ・ファニーズは全車両が前線に送られる予定だったが、アメリカ軍の反対もあり、結局は M4 中戦車を水陸両用化した DD シャーマンのみが投入された。第79師団は単一の部隊として配置されることはなく、 各車両はそれぞれ別の部隊に派遣され、任務に従事した。終戦までに第79師団は、およそ7000両の特殊車両を有していた。終戦後の1945年8月20日、第79師団は解散した。ホバートは1946年に陸軍を退役し、1957年にサリー州、ファーナムにて死去した。ドイツのデトモルトには、 彼の名を付けたホバート兵舎があった。この兵舎は戦後もドイツ政府によって使用されていた。彼は第一次世界大戦での選考から DSO 及び MC を受賞している。1943年には大英帝国勲章ナイトコマンダー級を受章。その他にはバス勲章コンパニオン級を受章している。白羊艦東章も9度受章している。戦後、 アメリカ合衆国からレジオンオブメリットを授与された。ありがとうございます。